俳優の本田美優が3日、都内で行われた主演映画、カーリングの神様、11月8日公開、の完成披露上映会に、高島玲子、川口友里奈、長沢寿、泉千夏、白倉壁空、本木克秀監督と共に出席した。撮影の苦労などを語った。写真、鮮やかなワンピース姿で登壇本田美優の全身ショット同作は、 カーリングをテーマにした完全オリジナル脚本の青春映画。清水かすみ、ホンダ、ラ女子高校生カーリングチーム、ミオステラが地元で開催される国際大会のエキシビションマッチ出場を目指して奮闘するようを書く。ホンダはフィギュアスケーターとしての長いキャリアを持つものの、スケーティングに苦労したと告白。共通点というのは、氷の寒さくらい、フィギュアスケートは滑るとき、 スケート靴を外向きに滑る。でもカーリングは普通に歩くようにまっすぐ足を置かないと滑れない。その少しの角度なんですけど足の癖というものが17年、18年目に突入しているので染みついている。カーリングの足というか靴に合わせるのがすごく苦戦したと振り返った。とはいえ撮影前にはスタッフの皆さん、監督からみゆちゃんは大丈夫でしょと言われた。 私もそのつもりで大丈夫かと思って練習に参加したら一番私が遅れを取っちゃうくらいできなくてそこカーリング向けのスケーティングなどががすごい実は難しかったですと繰り返した話を聞いて元木勝秀監督はそうなのと目を丸くし白倉は一番プロってましたよとホンダをフォロー元木監督は見事なもんですよ出演陣は必ず1 2ヶ月近く練習するようにお願いした。僕はお願いするだけ、わら、スタントも用意したんですけど、ほぼなしで、皆さん、滑りとお芝居ができた。素晴らしいな、若いっていいなと思いました、と微笑んだ。